久保さん、悟りですか悟りね。まあ、いろいろ、いろいろ経験して、いろいろこう考えて、いろいろこう見てくるとね、結局悟るというか、なんだ、あ,あ、そうじゃないかと。まあ、答えはないんだけど、答えがないことに悟ったりとか、なんかハッとすることがありますよね。うん。僕もなんか、なんか分かっちゃった部分があって、うーん。 いろいろと。いろいろと分かっちゃった部分があって、うんなん、すかね。分かっちゃったんですよね。分かっちゃったから、なんか、うん。分かっちゃいましたね。<laughs> うん。でも分かれてよかったなと思いますね。うん。そう。 なんすかね久保さんも、な、な、多分ね、あれなんですよ。あの、自分以外の考え方を多種多様に見え、見てきたっていうのが多分非常に大きいですね。久保さんもサポートしてきたと思うんですよ。今もサポートしてると思うんですけど。多分ね、結構大きいキーマンがそこですね、僕は。うん、要は、普通、普通だったら、自分のことを考えて自分で悩むじゃないですか。キ,キャパシティって。 自分の悩みに対してどうしよう、ああしようみたいな感じじゃないですか。一般の人ってね。僕、最低でも、最低でも1万人の悩みに回答してきてるので、最低でも1万人です。もっと本当にやってると思うんですけど。18年ですからね。うんまあ今も現場でやってますけど、だからその、 そこに触れられたっていうのは多分他の人の人生の中で1万人以上の悩みに触れてそこを回答していくっていうのは多分普通に来てたらないと思うんですよ。だからそれで、それ良かったなと思いますね。今思うとすげえ財産だなと思いますね。うん。だから1万倍の悩みですよね。<laughs> 1万倍の悩みってすごいですよね。<laughs> まあよくね、久保さんがね、いや、テンプレートですよね、みたいな話もしますけど、うん。いってらっしゃい。